はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップですがですね、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったらわかりません。うん。絶対わからん。はい。いや、わかるかな？まあ、わかる方にはわかると思います。こちらの選手です。はい、2009年 WBC 杉内俊哉選手です。ありがとうございます。いやーこれ分かりました。いや多分おそらくサムネは球種と変化量のそのね画像しか貼ってないと思うんですけども、この杉内選手このチェンジアップがえぐいんですよ。えぐいというかパームの高さ変わっても変化量変わらへんみたいな、すごい特殊な変化するんですよ。で杉内選手結構ね、純正の方はピッチャーとかの予選で使ってるんですよ。ツーシームなくてもこのスライダーとカットがねやっぱりねちょっと見分けつきにくい。左投手で左バッター多いじゃないですか、みんなやっぱ強い打者。まあそんなことないけどま結構ね強打者左打者多いイメージあるんで、左打者にはかなり強いで、しかも中継ぎできます。そしてこの球持ちあるんで結構超高速フェードとかやったら重宝されるんですよ。球持ちってこのフェードの表示が遅れるんですよね、普通の投手よりも。だからちょっと何ですかね、まあ 0. 何秒か分かんないけどちょっとこう見分けづらいという、のが球持ちですね。で、切れてますと。ブチ切れてますと。いうことで、この杉内選手ね、結構めっちゃ前るんじゃないかな。このチェンジアップの使い方次第では、前るんじゃないかなとガチで思ってるんで、今、先発ほんまに探してるんですよ。先発探し旅中なんで、ちょっと今から称号チャレンジしていいですか？全道地目指します。はい。はい、ということで、杉六ですね、杉六。スゴ六みたいな言い方しましたけど、杉六、杉内選手6名いるんで、で、しかもついてほしい称号が、テネ東なんですよ、テネ東。テレビ東京じゃないよ。テレビ東京じゃなくて、丁寧な投球で同値なんですよ。全同値で、しかも星1なんで、これ多分楽勝、楽勝じゃん。あー惜しい。いやけど星1意外とむずいかも。いや星1むずいわ。いやいらんいらんいらん、マジでいらん。ミスターコントロールついた。テネトテネト、いらんって。もう何パー引いてるんこれ。技巧派40%引け。40%やぞ、40%やぞ。おい、あと2枚やって、やばいって。ブルペンには杉内が待っていますみたいな、何だっけ。もう 10% とかバリ引くやん。勝利のし、うわ、これ勝利の下でいこう。これは勝利の下でしょ。はい、ラストギアタ行こう。メリッチャメリッサ君みたいな名前やね。もうね、ここ最近で一番多かった DM とコメントがこの杉内選手のチェンジアップ試してくださいなんですよ。もうこれね、すごいって言って、いや、ありがたいんですよ。送ってくれるのはね。ただ、僕知ってます。はい。僕さすがにプロ野球スピリッツエースの実況者なんで、そういったちょっと特殊な投手っていうのは分かってますんで、大丈夫ですよ。安心してください、本当に。ありがたいけどね。さあ、もうすぐで侍ジャパンが出るということでね、2月22日か、あ、じゃあ3月22、マジで楽しみ。結構なんかね、この前のイタリア戦で、そのメジャー組の、なんか CM やってたらしいんですよ、プロスピが。で、そこで、なんかメジャー組がね、出てなかったらしいんですよ、メジャー組とか移籍組がね。いやー、これなんか。おお、で、それを見て、あ、今回じゃあもうメジャー組出ないんじゃないかなみたいな予想が結構ツイッターで言われてて。よしよし、まあ分かんないっすよね。メジャー系はやっぱ権利関係があるんで、例えばそのエンゼルスに多分大谷翔平のその写真とかを使っていいかとか、多分いちいち許可取らないといけないと思うんですよね、多分。分かんないですけどね。だからその辺はちょっと安牌を踏んで CM 出さなかったみたいな、まあ、ちょっとねこうややこしくなりそうなことは避けたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いや出てほしいね、メジャー組。マジでメジャー組出なかったら盛り下がるよ本当に。これこんな言い方するのもあれやけど、やっぱここまでね日本代表がこうすごい、もう今 WBC 盛り上がってるじゃないですか。 WBC 盛り上がってるって言ったらね、サッカーと WBC のそのどっちが盛り上がる。あー、ちょ待って、今喋ってたのに、喋ってたのに投げたらあかんでしょ。人が喋ってる時に投げるな。止め大谷、チャララ覚えとけよな俺歌詞。大谷選手のそのグランド上での振る舞いがもうツイッターでめっちゃ切り取られて出てくる。おいしょー、翔平大谷。今日の新井さん、いやー代打出ないか。とこれえぐい。え、広角出てないで。あのさ、外国人の選手ヌートバーとかもさ、こうやって喜ぶよくない、なんかこううーって。俺あの喜び方好きやわ、海外の選手こういう喜び。こいろこいろ、よーすよーす。
いやもう WBC もね、もうすぐもう決勝準決勝か、3月21日朝の8時でしょ。いやもうマジで楽しみ、ほんまに。え、対戦相手多分メキシコやね。メキシコなんで、いや、さあ行きましょう。杉内選手、相手の方打率3割、まあ3割台でも分からんからな。うわ負けてる、あ負けてないか。まずはうおー気づけ岡本和真、危なっ、これ見逃し欲しい。いやー見逃さん、よし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 。これチェンジアップをどこで使うかなよね。カットボール、コントロール、どう、オッケー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 。チェンジアップ使わせてマジで。よしよし、さあ来ました、さあ来ました、行くよ行くよ行くよ、見といてよ見といてよ。さあどう、おおおおお、出てきた出てきた。じゃあここどう、よーし、これがあるんよな、早っ。さあこれ左バッターに対しての杉内選手の攻め、これがもうね光る。よし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 、もうこれ絶対手出る、これこれマジで。このねスライダーと、あ球持ち出た、球持ち出た時のストレート詰まるっすよ多分、見といてね。球持ち出た時のストレートはほらフェードが遅い。よしちょっと待って、まだ素材が足らん、ちょっともう一試合いく。うん、はい、ということで2試合目ですね。これね、相手ダルさんか、いつのダルさんこれ、あオッケー。ダルさんなんか決勝で投げる疑惑あるよね。あこれ相手の方の打率、何番やったっけな、これちょっと見てなかった、あのテロップに入れときます。はい、うわっはっ、マジか、チロエグいな。ちょっとさ、あのさ、ほんま盗撮やめてくれマジで。これツイッターでも言ったんやけど、あのやめてくれよ盗撮本当に。そのね、一緒に行ってる子とかもね、やっぱこう映ってて、まあ、SNS とかには上げないでくださいね。もう DM とかでもうなんかこの横にいる子誰ですかとか、なんかそんな感じで DM 送ってくるんですよ、盗撮して。エグいっすマジで。ああ盗撮はねやめていただきたい本当に。それやったら声かけてほしい。で横にいる人は誰ですかって直接聞いて。よいしょー、いや打率もね上がってきたから、俺やっぱ本来の力を取り戻してきたよ。ビップ伝説の幕が開けるさ、気持ち込めてチャラチャララチャララ、飛べ大谷、いい歌やわ。よいしょ、よし、 Today's our life on。 いや、ほんといいバッターしましたね。セーフや。さあ行きましょう。あー球持ち出た、まあ、メインは杉内選手はね、球持ち出た時のストレートは詰まりがちね。はい、うん、このカットボール、これ手出すんちゃう、球持ち、あーこれ甘い甘い、いやー甘いわ、今の甘い、今のボール球でよかったよ杉内俊也選手。スライダーも混ぜていくと、さっきのカットボールのコースから、はい、で球持ちストレート、え取れる、いやマジか、ちょっとやばいな、ボールでいいよ、 OK、 ナイスナイスナイス、この攻め方でいいと思うね杉内選手は。 OKOKOK、 でたまにスライダーも混ぜていくと、いやーこれもう投げるわ、投げる必殺、おっしゃ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 、でこっからも曲げると、いやよし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 、いいよいいよいいよ、それでいけるかな、玉持ち出てたっけ、もう玉持ちをめっちゃ信頼してるから俺。オッケーオッケー、玉持ち出てる、玉持ちを愛し玉持ちに愛された男ビップ、甘い、危ない、よしよし危ない、いやあのねカットボールボールでいいんですよ。さあ行きましょう、ラストの回ですね。玉持ちは出てないね、あー玉持ち出てる、もう玉持ちで出たらこっちのもんやからね本当に。はいはい、もうこれね多分ね結構本当にギリギリ、まあギリギリではないけどフェードね多分表示されるの遅いんですよね。これ杉内選手ちょっと先発入れようかな、うまっ、じゃあボールでいいねんって、なんでストライク入れる、おイチローの肩、チェンジアップ使っていこう。でこのチェンジアップやっぱ見にくいんかな、それ取って、よし、で次走ります、多分ランナー走るんで牽制入れてアウトです、いきます、はい、惜しい、で右バッターにもこのカットボール意外と刺さる、うん、打った方を褒めるべきよ、打った方を褒めるべき、打った方です、打った方、よし、キャッチャーキャッチャー、セージ、はい、
よしよしよし。いや、ストレートいいね。このスライダー振るんちゃう、カットボールやと思って。はい、村上、村上、よし、あ、終わった、よ